こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。いきなりですけれども、これね、寿司24の、鉄道模型 J ゲージなんですけど、80分の1の J ゲージの鉄道模型を JM に、変えようというところなんですけれども、今これ麦球で室内灯とかこのついてたんですけれども、これは寿司24なので食堂車のテーブルの電気ですね。でこれをね、ちょっとねこの寿司24だけはもうたくさん電気がついているので、車輪だけとにかく JM に変えようかと思ったんですけれども、もうこの際もういっそのこと全部 LED に変えてしまおうということで、ちょっとねせっかく作ったやつなんですけど、またバラバラに分解しまして、LED に付け替えをやっています。今のはこれテーブルなんです。寿司24のテーブルのところに、なんていうのかな、なんていうのあれ、電気スタンドっていうのかな、ああいうそのテーブルの上に電気がついてるんですけれども、まあこの寿司24っていうのはトワイライトエクスプレス用の車両なんで、まあその写真を見て、まあそれに似たような感じで、やってるんですけれども、まあこんな感じで、プリント基板作りまして、プリント基板の上にこうやって、テーブルを真鍮のコの字型の真鍮の板を、作りまして、それでテーブルの、まあ、足の代わりにこのようにちょうど電気が流れるようにして、LED をつけています。まあ、LED というか前は麦球をついてたんですけども、麦球がついてたんですけども、今 LED に交換してこのように、付け替えをやっているわけなんです。まあ、これ綺麗にね仕上がってたんですけどね、一旦全部外しまして、でもう一回やり直そうということでね、ちょっと思い切ってやり直しました。で LED もこっちの地元の石川県で買ったらね値段すごく高いんですよね。で例えば電球色の LED が1個200円するんですけれども、秋葉原行って買ったら20円なんですね。で、まあ同じだけ100個買ったんですけれども、石川県で買ったら2万円するところが秋葉原で買ったら2000円で済んだというような感じです。でまあこれ今 DCC で、電気つけるんですけど、 15V の交流流しています。で交流でつけてるんですけど、まあ交流の半ダイオードですから、半分だけしか流れないんですけどね。まあ、今あんな感じで、まあ、点灯テストをやりました。で配線をつなぎまして、 15V なんでね、LED は1個 3V なので、5個直列につなぐと3515ということで 15V の電圧ので、まあ、つくようになるということです。まあ、こんな感じでプリント基板にテーブルをつけまして、でそれをこの床板につけまして、で、まあ、車内を作っているところです。まあ、このね模型を作っているところのなんていうかね、こういうビデオの撮影ってすごく難しいですね。まあこれもっともっといっぱい映してあったんですけれども、ほとんどがね肝心なとこ映ってなくてね、手ばっかり映ってたりしてね、するんですよ。でこれもカメラ気にしながらちゃんとかんだしてるとこが映るようにということで、やってたんですけれども、でこれが16番のボルスターを13ミリのJM ゲージのボルスターに交換するところなんです。でこのボルスターっていうのがね、最近はMP ギア対応になってて、ああいう風に真ん中がちょこっとへこんでるんですね。だから今までの今度は枕張りっていうかセンターピンになるところなんですけど、枕張りがね薄い枕張りをつけなきゃいけないということで、まあ遠藤さんに
言ったらその枕張りも交換ということになります。で結局この枕張りの交換ということで今つけようとしているところなんですけど、ここをね、分解して外すっていうことになりまして、そうしたらもういっそのこと、全部テーブルの電気からやり替えした方がいいかなっていうことでね、ちょっと思い切ってやったわけです。でこれまでの枕張りっていうのはそこから車内の方へネジをつけてたんですけれども、この MP ギア対応っていうのは車内から台車の方へネジをつけて、台車のこのボルスターにネジが切ってあるそうなんですね。で今手ばっかり映ってて肝心なとこが全然映ってなくて申し訳ないんですけれども、まあ、今なんか流行りのね、ウェアラブルカメラとか言ってね、帽子の横につけたりヘルメットの横にカメラを、ちっちゃなカメラをつけたりするの流行ってるんですけど、ああいうのをつけて撮るとまあ大体自分の目線から撮影できるんかなっては思ってるんですけれども、でもちょっとね買うのもお金が高いし、どうせ買うんなら 4K 対応のカメラをもうこれからは買っときたいなと思うんですけれども、今やってる編集装置が 4K 対応してないんで、まあちょっとまだそこまで、行ってないわけなんです。でまあ普通のカメラを横に置いて撮影してるわけなんですけれども、まあこんな感じで、あの黄色い線は台車からの線で交流の線なんです。でこちらも、反対側の台車のところに黄色い線つけてます。でこれ整流器なんですけれども、まあ、整流器の、交流のところに黄色い線を2つつけまして、で、直流のプラスとマイナスところに、発光ダイオードの線をつなぐということです。でねこれ電球がねいくつあるかっていうと、テーブルのところだけで10個あるんですね。で調理室に2つあって、この調理室の向こう側の通路のところに3つあって、これでもうすでに15個なんですね。であとこの天井に間接照明っていうのがあるんですけども、それがね3つつけまして、でこれは今調理室のところの発光ダイオードの線接続してるわけです。でこっちの通路側に3つと調理室に2つとで、テーブルのところに10個発光ダイオードがついてるわけなんですけども、まあ結局ね発光ダイオードが、20個ですね、この客車1両に20個ついてます。で今これは何をやってるかというと、床のプリント基板がねむき出しになっているので、そこのところを紙で、まあこれ赤い色塗ってるんですけれども、これはまあ床の色がこんな色なんですね。まあこれの私もトワイライトエクスプレス乗ったことがないので写真で見て作ってるんですけれども、まあこういう色なんです。でまあこれちょっと塗ってちょっとの間こうやって乾かして置いときます。でそれから乾いたらこの紙を貼るわけなんですけれども、まあ、これでね紙と基板の間にボンドを塗って
一応ボンドでここは固定 しておきます。これ反対側ですね。で今度は何をやるかっていうと、これはね天井の間接照明になるところの発光ダイオードなんですけれども、このレンズがねちょっと丸くって分厚いっていうかね、直径3ミリのレンズ買ってきたんですけども、ちょっとね3ミリっていうのも分厚いんで削って薄っぺらくしています。で発光ダイオードはね、なんかまあこの性質としては光がねまっすぐ、かなり指向性があるっていうか、まっすぐ直進性があるっていうか、なんで横に広がるっていうことがあんまりないような感じなんでね、ちょっとねさっきも点灯テストしたんですけども、発光ダイオードは真下は明るいんですけど、その周りの横っていうのがあんまり光らないっていうのはね、ちょっと難点だなと思います。でこういう風に削ってもね、この周りが光ってくれなかったらねどうしようもないんですけども、まあ仕方がないなっていう感じで、こういう感じですね。でこれをね今曲げて直列にまた接続するんですけれども、真ん中の発光ダイオードと右側の発光ダイオード、真ん中の発光ダイオードのマイナス極と右側の発光ダイオードのプラス極をつなぎますと。で反対側も、左側の発光ダイオードのマイナス極から真ん中の発光ダイオードのプラス極につなぎますと。本当に手ばっかり映ってるんですけどね。まあ、こんな感じ で下のこの真鍮板の上に、ボンドで貼り付けます。でこれボンドで貼り付いてるんですけれども、貼り付けた後ですね、で今これ4つ発光ダイオードが見えてるんですけれども、まあ真鍮板のところに発光ダイオードの線がむき出しなんでショートしないように、ああやってちょっと紙を挟んでボンドで貼っておきます。でこの状態で間接照明になるので、これ天井板ですね、天井になるところを、まあ、床板に取り付けてるわけです。と反対側、まあこれは車内との仕切りの壁のところに取り付けてるんですけれども、でこれはね車掌室だと思うんですけれども、この一番食堂の一番端っこにちっちゃな窓があるんですね。でその窓に一応電気がつくようにということで、今発光ダイオードを1個取り付けます。で全部でねこれで5つなんで、5つということは、3ボルトが5つで直列につないで15ボルトに、なるということです。でこれ反対側のマイナス線ですね。でここも今ボンドをつけているんですけど、
ここも絶縁用に紙を貼っておきます。でこちらの発光ダイオードのプラス線つけまして、でここ5つの発光ダイオードがついて、今度はさっきのちょっと指の上の方に見えてる黒い線からマイナス線が返ってくるということですね。これで大体の配線は完了しました。それで今 LED 取り付けラバーでその線をちょっと動かないように固定しています。電気をつけるとこんな感じですね。反対側はどうかなっていうことで、これは通路側なんですね。通路がね、あんな風にちょっとね広がって、明るさが広がってくれないんで、ああいう風に部分的にしかならない、電気明るくならない。これが反対側の調理室側ですね。調理室は白の発光ダイオードをつけました。で今度はこの調理室の窓のところなんですけども、窓のサッシがね、今までついてたのは銀色のテープを貼ってたんですけども、銀色のテープがねすごく綺麗なっていう、どう言えばいいのかな、もう本当に銀ギラ銀の銀色のテープなんです。で実際はアルミサッシなんでね、アルミっぽくないんですよ。もうなんかもう鏡みたいな銀色のテープになるよね。でこれ今アルミのテープがありますので、アルミのテープを貼って、アルミらしくしようかなっていうところなんです。まあでもね、ちょっとなかなかうまく貼れなかったりしてね、ちょっと手こずってるところなんですけれども、まあ、こういう感じでアルミのテープを貼ります。まあこれ上の方の窓なんですけど、で今度は下の方の窓のこのボンドをつけてるんですね。で下の方の窓もこうやって貼ります。まあこんな感じになりました。で今度は椅子なんですけれども、椅子もこれ全部取り外してしまったので、またボンドで椅子の付け直しをしてみます。この椅子がね、ちょっとなかなか本当のもう四隅の点でひっついてるような感じなので、ちょっと長年経つとね、2つか3つほどボロボロっと取れてしまって、中でゴロ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 言ってたんでね、まあ、それもちょうど直すのにちょうどいいかなっていう感じで、こうやってもう一回作り直したということになりました。まああとはこれ今何をやってるかっていうと、まあ、コピー用紙をちょっと切ってるんですけれども、テーブルがね、さっきのプリント基板の、なんていうの、ベークライトっていうか、基板のプラスチックみたいな、ああいうやつむき出しなんで、その上にテーブルクロスをつけようということです。で、テーブルクロスは、まあ、ここら辺にあるコピー用紙を使って、まあ、紙で作ろうかなっていうことですね。で、まあ、これは今その発光ダイオードの部分がぶつからないようにちょっとああいう風に切り欠きをつけて、こんな風にテーブルクロスをつけて、一番手前も1個ついてるんですけど、まあ、テーブルにボンドを塗りまして、
でこんな風に貼っていきます。こっちは一人掛け用の小さい方のテーブルのテーブル。でこちらのちっちゃい方のテーブルクロスも貼っていきます。ちょっと温度つけすぎたので隣のテーブルに回しました。まあこんな感じですね。で貼って乾いた後で、ああいう風にちょっと通路側のところ紙を折り曲げて、まあテーブルクロスらしくなるような感じに折り曲げています。であとはまあこれで大体車内は出来上がりです。でカップ側をつけまして、まあ、カップラーは私はエースカップラーを使っています。で、まあ、床板の取り付けですね。あとはもう組み立てで終わってしまうんですけれども、まあこの車両ともう一つね、オハ25っていうロビーカーがあるんですけれども、まああれもちょっと発光ダイオードをたくさん使うんで、あちらの方ももう発光ダイオードに改造しました。あと途中の B 寝台、個室寝台のある車両がまだ麦球のまんまなんで、車輪だけねとりあえずっていうことで13ミリゲージに変えてある状態です。まあそちらの方発光ダイオードじゃなくて麦球なんですけれども、一応13ミリにね、これで重量分全部客車の方は13ミリに変わったっていうような感じです。で最初はね、カニ24に電池を入れまして、その電池でこの客車の電気をつけようかなっていう考えがあったんですけれども、 DCC のなんていうのコントローラーが手に入ったんで、で結局 DCC で運転しようかなっていうことになってしまいました。でまあ今車輪をつけています。
まあ大体こんな感じで出来上がりっていうような感じですね。まあ天井の間接照明なんかもなくっても、このテーブルの電気だけでなんかすごく目立っているような感じなんで、ちょっとあれなんですけどね。まあこんな感じですね。まあ電気消したらこんな感じ。まあだいたいこんな感じで、寿司24、一応 JM ゲージになりました。